こんばんは。見えてますか、皆さん。お、やっほー。お待たせしました。大丈夫かな、皆さん。見えてますか?9時半になりました。スタートします。こんばんは。やっほー。うん、こんばんは、こんばんは、どうも。お、今オールスター合唱見えてる。ありがとうございます。昨日の録画ですか？昨日皆さん本当ありがとうございました。めちゃくちゃね、 SNS とか上げてくれてありがとう。まあ最高だったよ、ありがとうね。そう、皆さん今日お疲れ様です。祝日だ、今日。そう、今日お家です。今日祝日ですね。じゃあお仕事ないの、みんな。お仕事とか学校とかないの？私はですね、今日は朝もう9時とかぐらいに集合して、ももちゃんとYouTube を撮りに行ってました。外にガルガルチャンネル用のお出かけを、ちょっとまあ普通にね、出かけたいっていうのを撮ったみたいな感じなんですけど、それを撮りに行って、その後にファンタスティックさんのライブを観覧させていただきました。世界兄さんかっこよかった。もうバチバチ、もう最高でした。お兄さん、もう DT の時もうみんなでふぅ、最高でした。もう勉強になることが多すぎて、本当に2回目だったんですけど、見させていただくの。いろんな変わったところとかも見れてめっちゃ勉強になりました。あ、そう、ももちゃん昨日言ったんだよね、配信で。楽しかったです。もうちょっとで上がるかなと思いますので。でもこれもですね、行く、行かない、何をする、どこに行く、めちゃくちゃ時間かかりまして、決めるのに。やっとこそ行ってきました。あ、海の日や、今日海の日だね。皆さん海行きましたか？私は行ってないかな、この夏は。すごい行きたいなとずっと思ってます。そういえば配信が久々すぎてさ、めちゃくちゃお久しぶりです。お待たせしてすいません。そう、じゃあ今日合唱バトルの話していいかな。まず昨日本当にありがとうございました。初参加だったんですけど、めちゃくちゃ楽しかったし、でもやっぱ悔しいなっていう思いもありつつ、でも2曲ともめっちゃみんなで準備して、それが披露できてすごくまず楽しかったです。なんかさ、終わった時もさ、めちゃくちゃあれだった、あ、もう終わっちゃうんだってぐらい、このパッケージが全部楽しくてすごく嬉しかったです。応援してくれた皆さんありがとうございました。リアタイしたよ、ありがとうございます。練習大変だったんじゃない？そうですね、なかなか、なんか皆さんグループ活動されてるから、スケジュールがね、来れる日来れない日とかもそれぞれあったりとかして、で全員で集まれた時はもうみんなでやってって感じで、ありがとうね。練習風景もちょっと映ってて、練習期間とライブリハと被ってたんじゃないですか？あ、そうだね、ちょっと被ってましたけど、どちらも楽しいので、私メンバーとまたやるリハは特に楽しさもあるし、って感じやったね。ありがとうございます皆さん、ありがとう。
そう、衣装も黄色で、チームカラーの黄色にしました。そう、お、さすがだなと思った人、みんなすごいのよ、みんなすごい。なんだろう、なんか裏話あるかな。そうね、あれや、あれかな、あの今回ハロプロさんが4名いらっしゃって、宮本かりんさんと、あのジュースジュースのダンバルルルちゃんと、あとビヨンズから島倉梨花ちゃんと西田栞里ちゃんがいらっしゃったんですけど、でそのラブマシーンの振り入れの時、振りをこう教えてもらえたんですよ。でその時にあの2ステップのコツとか教えてもらって、すごく嬉しかった。なあのかかとを上げるっていうね、あれをじきじきに教えていただきました。めっちゃ嬉しかったな。みんな優しかったです。みんな優しかったから仲良くなれて嬉しかったです。ありがとうございます。ネイルかわいい、 Thank you。 これはリボンが取れてます。そう、誕生日もお祝いしてもらいました。誕生日お祝いしてもらって、そう、当日が練習だったので、めっちゃでっかいケーキさ用意してもらってさ、顔があってさ、超嬉しかったです。リアルに泣きそうでした。そう、現場でアイス見つけて、そう、練習の時とかももちろん会ってなかったから、本番で見つけた時はお互い安心感がやばいっていうので、指ハート送り合ってました。現場で。ねえ、垣根を越えたの感動ですね。めっちゃ楽しかったよ。うん、お久しぶりだな。今日はね、10時10分ぐらいまで、あ、違う、10時過ぎぐらいまでインスタライブやって、10時10分ぐらいからCL 配信します。うん、アミさんともお会いしましたよ。お写真も撮らせていただきました。ガルガルトークぶりだったかな、会えたの。もう私が毎回溶けておりました。優しかった。え、長めなの、この配信。長めの配信なのかな。白いのはゲーミングチェア。そうです、私はですね、リビングはゲーミングチェアです。ございます。配信お久しぶりです。ねえ、ヨーカとミナミも見ててくれたみたいで、何のご飯食べてたんだろう。みんな知ってる？知ってますか？おお、明日学校だから。そうだよね。ていうか、みんな3連休何したの？教えて教えて。私は、そうだ、撮影会、皆さんありがとうございました。撮影会が土日にあって、 DNA もね、イベントは一旦ラストということで。あ、ももちゃんや、鍵見つけました、みさきさん。そう、さっきこの配信やる10秒前ぐらいに、何唐揚げって、公式さん、あ、唐揚げ食べたということかにゃ、そういうことかにゃ、あのこの配信始まる10秒前ぐらいに電話かかってきて、あの今日あのもらったんですよ、スマホケースを。あの間違えてももちゃんが頼んじゃったっていうサイズを間違えて頼んじゃったやつがあって、それが私の携帯のサイズだから、
あのケースくれて、それが入った袋に鍵がないかっていう電話をもらいましたなかったです、私のもらった袋には。めっちゃ焦るよねそういうの。よかったよ見つかって。どこにあったんですか？見先ってったってことだよ、ももちゃん。それって見先ってたということです。最近、忘れる、なくす、こぼす、このあたりは見先るというふうに言わせていただいております。でみんなが絶対 AirPods 聞くだろうなと思ったから持ってきたよ。あります、あります。部屋の机の上にあった。ちゃんとして、ももちゃん。ちゃんとしてくれ。よかったよ、あって。見先ってる。皆さんも見先ったことあったら、教えてください。中身ないんじゃないの？あるよ。あるよ、まだ。数日前だからね。私もこぼします、仲間ですね。心強いです。大変心強いです。ヨーカもよく見先ってます。それはちょっと、見先るもね、幅が広すぎるからね、言葉の。どういう見先るですか？公式さん。ヨーカちゃんは。僕もよくこぼす。見先る。バイトで見先ったもん。それはやらかしたということか。こぼしたに入るかな？そう。ようか巻き添え食らってるな。大丈夫、私見先りまくって、その詳細が知りたいのよ私は。見先るそう、見先るところも個性で可愛いから強みとか言ってくれるじゃない。だから治らないのよ。携帯なくします、見てますそれ、いつもようやってるね。この前の撮影会で、何ですかももちゃん、大阪の撮影会見先っておこ寝坊かましてギリギリ現地着弾しました寝坊はね、寝坊も入るの見先るって、教えて。寝坊って入ります？見先ってるは日常使いしていいんだよね。いいよいいよ。ももちゃんどういうことですか？労働で DB 吹っ飛ばしましたが、ミサキルでいいですか？ごめんなさい、DB って何ですか？ DB 入れちゃいましょう。入りますね。寝坊入るんですね、ミサキルに。じゃあ、皆さん気をつけて。寝坊本当に良くないから。私はもう寝坊してないよ。してない。私はしてない。それはもうマネさんも絶対わかってるから。証言して誰か。見先る。こぼしてもないよ、正直言うと。すいません、DB はデータベースです。あら、それは、巻き添えにしないで、私は。責任取れない。責任取れないことはやめてな、みんな。見先っても。忘れ物は入る、入ります。スタバ買ったのは、はい、キラルにしようかな。キラがよく買ってるから。キラルにしよう。そう、意図しない失敗が見先る。確かにね。確かにそう、そういう節はある。すごいスピードなんだけど。グリーン車でスタバも見先るですか？それは見先るです。すごい舐めた人じゃん、それ。そう、証言する人がいないとね、言い張ってるかもしれないから。早く公式さん言って。毎日見てるでしょ？あ、じゃあ今日キラりました。キラったの？みんな。この前見先って授業サボっちゃった。それは、ダメ。っていうか、ちょっと見先るの話長くなっちゃうけど、見先るは反省込みね。毎回ね。反省込みですから、皆さん。そこで止まっちゃいけないから。ヨーカってるなんやろうね。ヨーカってる、ヨーカってるってなんか縁起良さそうやな。ヨーカってるみんななんだと思う？まあ、定期的な失敗が見先るってことで OK？
そうかもしれない。やめて、治らないから。治そうとしてんのよいつも。あ、タピオカ持ってる時、確かに確かに。よかってるね。最近ももかったよ。何それは。鍵、鍵の忘れ物譲ってる。なんだろうね。でもみんな譲ってるんじゃない、推し活してくれてるみんなは。ガールズガールズガルカツはさ、譲ってるに入るのかな。プラスに持ってく、美咲ちゃんだから証言してって言ってるやん。証言してください、お願いします。大事なところを噛むのは譲る。意外とね、ここ1年ぐらい噛んでないよゆずちゃん。おそらく、おそらくね、おそらくくれってる。クレ様なんだろうね。プレってる、くれってる、くれってる、くれってるすみません、聞いていませんでした。公式さん、私がやらかしてないということを証明してください、お願いします。くれってる、みんななんだと思う。くれってる代々木で噛んでたよ。あ、そうだよね、噛んでたね。ごめんなさい、ごめんなさい、全然忘れてた。代々木一番大事なとこ噛んそうでした、そうでした。じゃあ大事なところ噛んだときは、みんなもプレゼントがやって噛んじゃったときは、まあ譲ったな、今日譲った、まあ大丈夫や思ってください。おー、なんかくれってるすごいじゃん。毒舌、毒舌というか、じゃああれにしよう、なんだろう、交通費の計算ミスったときはくれってるにしよう。ミスって悔しかったときはくれってるにしよう。ゆずちゃんも反省してたよじゃあもう素晴らしい、素晴らしいです。もちろん知ってますよ。すみません、思いつきませんので宿題と捉えますなんでやねん、なんでやねん。美咲はやらかしてないよ。くれってる狭い昨日くれったは、じゃあ交通費の計算ミスったってことなの10秒でコンビニを出るくれってる。くれは10秒でコンビニ出るの。私の中では特にそういうことはないんだけど。そうなの。ああ、角煮食べる。そう、角煮友達だからだね、美咲とクレアは。ほい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 、みんなもいっぱいメンバーのこと知ってるねなんかこうメンバーいじり倒しさ今してさ、いいかな、いいんかな、いい。じゃあみんな決めちゃおうよ。ゆずは推し活でしょ、ももかはじゃあ鍵紛失でしょ、みさきは定期的なやらかし全部でしょ、ようかはなんだっけ、ようかなんだっけ、なんだったっけ、教えて、なんだっけ。なんだっけ、ラグがすごい、ラグがすごい。あ、そう、タピオカ、タピオカでしょ。でクレアは交通費の計算ミスだとき、ミナミは、ミナミは何やろうね。みなみちゃん何がいい、みなみったな今日って。じゃあみなみファンの方いたら
配信見てたら、みなみ私的にくしゃみ大きいくしゃみ大きくしちゃった時はみなみった、でもまあ私みなみだし可愛いかって思ってくださいポジティブとらポジティブに捉えるための言葉ですから皆さん、そういうことです。じゃああとキラちゃんはスタバでしょ、スタバを買う。でトワちゃん、トワちゃんは何がいいだろう。トワちゃんみなみちゃん目が悪いって来てたけど、確かに今日昨日今日お YouTube 出てましたね。とわってるって可愛いね。とわってるなんやろ、とわってる、レタス食べてるとき確かにとわちゃんレタス好きやな。じゃあサラダ頑張って、じゃあちょっといい食事でもしようかなと思ってサラダ食べてる時は私とはだからって、私とはだからこういうのも頑張って食べちゃうよってレタス食べてなんかさ、この質問したらさ、みんなが普段何を特徴的に捉えてるかが分かっていいね。そう水いっぱい飲む、そうラグがねあるのよ、ラグが。とある水 1.5 リットル飲み干す、確かにそれはいい目標だわ。じゃあ水頑張なんかさ飲んだ方がいいって言うじゃないですか、私も毎日いっぱい飲むようにしてるんだけど、水いっぱい飲むモチベとしてとあるぞって、とあるぞやりましょう。これはね皆さんをポジティブに導くためのものです。そうしましょう。南行ってるの頻度高め豪快に行こうぜ、豪快に行きましょう。決まった、これでみんな決まったね問わるは大変だね。ガルってる作ろう。ガルってるって何、何がいい、何がいいんだ、ガルってる、ガルってる、なんだろうね、うーんマネさんも決めてほしいよ、みんなガルカツ、そうね、ガルカツしてるガールズの、あのこれ勝手に決めていいのかな、そうあのガールズの何か見てるときはガルってる使おう、 YouTube 見るとか SNS 書くときにガルってるにしよう。なんかいいこと書いてるし、その集団のリーダーがかっこいいとき、それは褒めてるということでよろしいでしょうか。身内乗り多いんだけどごめん、身内乗りガルカツじゃないっていうのはすごい、ごめんね、ごめんなさいねみんなバズリズム見てくれましたか、バズリズム2、そちらでね、うちわのりの、うちわのりを怒られるっていうのりを、のりじゃないけどご相談をしまして、身内のりだって広まってほしくないもん。マネってるは配信にめっちゃコメントするですかね、確かに確かに、今日めっちゃマネるねとか言ってくれたら嬉しいかも、配信します、じゃあ今日マネります任せてくださいみたいな、この配信見た人だけわかるやつだになっちゃうけどね、マネってるずるいな。マネさんなんか自分いい方向にめっちゃ持ってんじゃないなんかちょっとごめん、他のさ何々ってるがさ難しくてごめんね、結構
複雑なやつにしちゃった。今めっちゃ真似ってるよ、だからみんな。真似ってますね皆さん。真似ってたらそれもうちわのりやん。確かに難しい。確かにそれはこの配信見てるみんなの身内乗りになるわ。難しいね身内乗りってね。難しいよ難しいよ難しいよ。みんな真似って。あと10分くらいかなやるかなと思うんですけど、その間にいっぱい真似てください。真似りましょう。水いっぱい飲もうねみんな。今日ももちゃんとさ、行きたいところに行ってきたんですよ。お出かけ、おデートしてきまして、それも一応ある禁止事項をつけて一緒にお出かけしてきたんですけど、もうね蚊に噛まれまくってやばいです。本当にかゆい。みんなも気をつけてね、夏やってきたから。本当にね腫れちゃう。めっちゃ風邪ひいちゃったよ。大丈夫か今さ、めっちゃ温度差も室内とあれと激しいから。デート行きたかったです。みさももに嫉妬。本当ですか。いつでも行きますよ。ちゃんと回してきたからみんな楽しみにしてね。蚊許さない。え、今年噛まれてない人多くないですか。もうそろそろ元気になるんじゃない、なるんじゃないですか蚊が。え、今年の蚊は赤くなってたちが悪いらしいようだって。年によるの。そうなのね。じゃあさ、10時くらいになったら、10時くらいじゃない、10時3分4分くらいになったらスクショタイムやりたいと思います。美白頑張ってるよね。今度美白アイテム教えてください。そう、ちゃんと日傘さしてる、さしてます。今年は教えますね。今度なんか日記とかなんかで載せます。書いちゃダメって言ったられた、めっちゃ。やめます。書いちゃう。スクショタイムまだもうちょっとしたいですよね。あー、代々木で日焼けしたところ皮むけてきた。そうだよね、めっちゃみんな並んでくれてたもんね。実は現場入りするときにみんなで同じ車に乗ってたんですけど、隣をみんなが並んでる隣をこうやって通ってまして、その時にみんなでバイバイってやってた。めっちゃ嬉しかったよ。いつもありがとうございます。書きすぎてめっちゃ書くのもちょっと書かないです。そうだよね、みんな大変だよね。カラコン何色が気に入ってる。基本的にグレーをつけてますかね。うん、本当にまだ代々木の余韻残ってる。ありがとうございます。私もまだ全然浸るつもりでいるけど、そうじゃないの。みんなは浸ろうよ、浸ろう、もうちょっと。またね、 Unext さんで配信もありますので楽しみにしててください。映像もね見てほしいです、みんなに。美咲ちゃんは視力いいの、視力いいの、
こっちが A でこっちが C です。左右差がめっちゃあります。あらららら、みんなひたひたじゃん。嬉しい余韻ありがとうございます。浸ろう一緒に。代々木の瀬取りで一番難しかった振り付け構成を教えて。なんだろう、なんだろうな。でも今回センターステージだったからこう360度なんですよ。で、例えば1番こっち向きでやる、2番こっち向きでやるとか、それを結構変えて、構成変えてやってて、間違いなく走れが一番難しかったですね。月曜日こっち、火曜日こっち、水曜日こっちみたいな、中心でやってみたいな、それが一番難しかったかな。あと走れの、走れ、走れって呼んでるんだけど、走れをやる、フルでやるのがね、本当に何年ぶりだと思う。みんな何年ぶりなんだろう。だったからめっちゃ大変っちゃ大変だったけど、いろんな感情がバーって溢れてきて、なんか入れてよかったなとも思ったし、やってて楽しかったです。センターステージまたできたら嬉しいな。もうすっごい嬉しかった。ありがとうはいつ聞いても、ありがとうは今回ね、南と陽花の伴奏でピアノとギターで、みんなで、あれはさ、サウスの曲だからさ、みんなで歌うっていうのも初めてだったかな。いや違う違う違う、全然違う。3周年の時にやったけど、ああやってちゃんとみんなで歌えて嬉しかったです。ミニライブ行くね、みさきちゃん、ありがとう。このライブのスピンオフ企画みたいな感じで全国を回るの、イベントが10月にあるので、ぜひ皆さん遊びに来ててください。来てください。そろそろスクショタイムしようかな。ちょっとピンを直そうね。はい、スクショタイムいきます。何がいい？ウィー、そうね、ウィー、はいはい、ウィーしました。ありがとう、みんなライブここでしてね。片手ハート、うん、はい、ガオー、ハッピー花丸。結構いっぱいやりたい。スクショ完了、ありがとう。あ、いっぱい来てる。あ、止まっちゃった。あ、オハ、確かに走りにちなんで、オハ。こっちに傾ける癖があるかな、うさ耳。はい、うさ耳、くまさん、くまさん。みんなくまかつ一緒にしましょうね。最後に急だけど、最近くまを見つけたら写真を撮るっていう、くまかつっていう風に言ってあげてます。ぜひ皆さんもやってください。というわけで、久々のインスタ配信は結構あっという間でしたが、皆さんたくさん真似ってくれて、コメントしてくれてありがとうございました。またすぐやりたいと思いますし、あのメンバーもね、違うメンバーもやるかもしれないんで、皆さんぜひ楽しみにしててください。じゃあ今からは CL に行きたいと思います。それでは皆さん、いい夜を。明日からも仕事頑張ってください。学校も頑張ってください。じゃあね、ありがとう、バイバイ。